お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、まあ動画をのまあね、画面を見ていただけたらわかるんですけども、ロングとショートの財布がございます。で、今回はですね、ちょっとですね、もうさすがにですね、ロングこちらですね、こちらの方がですね、やっぱりですね、破れてくるの、来るのがやっぱり早いです。で、今回ですね、もう修理に出すということでですね、ポケットにこう入れるじゃないですか、こっちからね。こっちからの部分からポケット入れるじゃないですか。で、もうかなりの破損がやっぱり激しいです。もうやっぱり消耗品ということなので、仕方がないんですけども、やっぱりもう修理に出そうという気持ちの方がですね、ずーっと悩んでたんですよ。もう、修理に出すのは、出そうということはね、動画でも言ってたと思うんですけども、やはりですね、そうですね、そうなんですよ。もう出してあげようかなと思っております。さすがにここにも やっぱり避けてくると、結構やっぱりもう早いですね。やっぱちゃんともうくっつけて。で、実際ね、これもうショート、修理に出すんですけども、帰ってくるかどうかもわかりません。もうそれが悩んだんですよ。で、それの代用品としてショートを、使ってみようということでですね、これ新品なんですよ。で、もうさっき入れたばっかりなんですけども、ね、綺麗でしょう。ね。で、ロングもね、一応ね、他の色をね、持ってることは持ってるんですよ。アンバーグとかもそうですね。いろいろ持ってるんですけども、やっぱ色がね、なかなかね、難しいんですよ。例えばこの赤のロングなんですけども、赤はね、ちょっと私にはちょっと似合わなかったので、で、結局、ブラックをね、ずーっと使っておりましたので、やはり、そうですね。私的には、やはりそうですね。ブラック色がやっぱり望ましいのかなと思って、そうですね。もうずっと使っておりましたのでね。で、そうですね。ショートはちょっとね、あまりですね、使ったことがないんですよ。使ったことがないんですけども、で、お札がですね、お札をね、折り曲げなくて済むじゃないですか、こっちの場合。こっちの場合はですね、やっぱりですね、こうやってですね、折らないと使えないでしょ？あとカードもそんな入れれなかったんですよね。新品なのでちょっと硬いんですよね。ちょっと入れすぎもあるかもしれませんが、そうなんですよね。もうやはり大切なものは修理に出すということをですね、方がやっぱり私的にやっぱりそうですね、大切なことだと思っておりますので、ですね、今回はですね、一応雑談事として動画上げたんですけども、おそらくね、修理に出すということでですね、もう帰ってくるかどうかも分かりませんが、そうですね、この動画が最後かもしれませんというぐらいですね、もう気持ちを押し殺してですね、修理に出したいと思っております。今回ちょっと短い動画になってしまったんですけども、一応乗ってるですね、メーカーはですね、メーカーブランドはですね、ストップライトの財布なんですけども、あとがボラトリーですね、ウォレットハンガー。果たしてこれ、こんだけ短かったらね、財布とか、そうですね、ポケットに入れてですね、ときにですね、やっぱりその、ロングの方がちょっと落としやすかったので、ショートはおそらく落とさないとは思っておりますので、
まあ、こういった形で使っていこうかなと。ショートの場合はね、そうですね、いろいろ楽しみ持って使っていきたいと思っております。それではですね、今回は失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。